スの運転手になりました。僕ら二人バスの運転手になりました、ね、でかいね。そう、免許をちょっと取ったんです二人、うん、あの面白いのが、うん、多分俺とか小玉さんとか世代は、うん、今普通車かっこ中型ハットン限定って書いてあって、うん、その限定解除っていう資格を取ったら、うん、これに乗れると、はいはいはい、中型免許になると。でしかも練習時間が5時間やったっけ、教習時間が5時間で済む、結構簡単に取れて限定解除できて乗れると、うん、で旗とかキムとかやったら5トン限定になってるけ、そう12時間乗らんといかんとかいろいろあるけど、まあ俺らちょっとこれでさ、うん、バス旅行をしたくて、うん、どうしてもでちょっと限定解除取ってちょっとゆくゆくは山メンバーとかみんな合わせて20人、うん、下手したら30人29人乗り切れ旅行に行こうと。で今回はちょっとそれの練習で、はいはい、メンバーみんな、はい、どうぞ。行こう行こう行こう。で、ちょっと7人か、うん、7人で練習に行きます、はい、今回はアサヒビールさんとのタイアップで、はい、ちょっと企画があるので、はい、とりあえず道の駅に行って、はい、おつまみを買って、はい、帰ってきて、はい、家でおつまみ片手にビールを飲む企画です。はい、はい、じゃあ行きますか。はい、早速前にちょっと見学する、はい、バス面白い、まあ、バスもですね、うん、まずそこからは開かないんですね、うん、そうそうそう、もう運転手次第やん。そう、勝手には入れない。そうなの、入れない。行きますよ。はい、はい、あの音がしたね。すごい、クーラー冷蔵庫あるよ、ほら。おお、冷蔵庫あるて、すごい。これめっちゃ楽しいやつや、ね、ちょっと今度考えてるのが、ちょっと遠出する前に、うん、かき小屋ツアーみたいな。いいですね。で楽しそう。アルコールかき小屋ツアーで、はい、俺とムジョクは運転手で、別にだから酒飲まんけ、みんなでお酒飲みながらかき小屋行ってみたいなのも考えてる。やっぱ乗って帰れますね、海鮮もそこの中に入れて、ね、ビールも入れれるし、テンション上がるね、バス、テンション上がるね。俺も乗ろう、うん、ちょっと頭も、はい、あの乗車券。わー、すげえ。俺と乗車券、俺いつもこの辺座るバスの時、あれ、いや、俺は行けてるグループは後ろやろ。一番後ろに。でも酔うけんな、俺後ろ行ったら。あ、そうね、酔う問題もあるか。俺前、いや、いいね。いや、でも俺ここ好きだね、うん、好き。あ、わかる。個室じゃない、個室。こだまさん、ここやろ。俺前がいい。いいね、いいね、いいね。あったー、ちょっとテンション上がらん。いや、なんか習い事の遠征で言おう。ねえ、あ、カラオケのあのこう。ないね、確かに。楽しい、ね、超楽しい。これがね、意外と簡単に免許取れるっていうのも知って、ちょっと速攻取り行って、めっちゃ楽しい。よし、じゃあもう早速行こうぜ。はい、道の駅、柿が売ってあると思われるところから行きます。あ、確かにここもいいね。船くん不安やけん、助手席の。あ、はい。みんなそれ、それ、それ。いや、これマジ大人数で行ったら楽しいやろ。ちょっと7人ちょっとだけ寂しいけどね。じゃあ行きますよ。はい、お願いします。うわ、さあ出発。白石の道の駅ね。はい、やばい、後ろスカスカよ。後ろの座席スカスカ。まあ、田舎のバスはこんな感じやけど。まあまあまあ、うわ、運転でもこれ難しそう。いや、トラック意外と簡単。簡単。じゃあ行きますよ、次。行こう行こう行こう。出発進行。ゴー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 。白石の道の駅へ。マイクパフォーマンスがちょっとお願いします。あ、そうですね。それでは本日、道の駅白石まで行きます。安全に気をつけて運行するので、はい、以上です。はい、よろしくお願いします。お願いします。山口です。運転手は山口でした。快適な空の旅、お楽しみください。飛ぶんですね、これ。あのボタンないのかな、ピンポン。ピンポン。次、止まります。売ってあるじゃない、あれ。あ、ありそうね。あるかもしれん、あれ。上の日よけ、でかいね。ほんとや、めちゃくちゃでかい。でけぇ。3分の1ぐらいかくる。わぁ、初めて。なんかおもちゃ越しだね。白いね。テンション上がるよね、なんか知らんけど。お昼ご飯とかで食べる？お昼ご飯も食べよっか。あ、いいね。駐車場広いとこじゃない。あ、いいね、いいね。
屋根ぶつかるやろ。ハンバーグ、溶岩ハンバーグ行く。あ、いいですね。あ、マジで。じゃあ行こうか、溶岩ハンバーグ。食べたことないけど。みんな溶岩ハンバーグ決定でいい。やったー。はーい。さあ、見えてきました。あ、ちっちゃん。あ、見えてきましたね。はい、見えてきました。今日のお昼ご飯、溶岩ハンバーグ。溶岩ハンバーグでございます。次泊まります。泊まりまーす。どうやって止めればいいんだ。なんかバサ入ってきたぞ。しかも7人しか降りない。今もう店の中転用やばい。予約入ってたっけ。来たら普通の人数。到着でーす。あ、まるやった、まるやった。じゃあ、お昼ご飯食べまーす。はーい。美味しかったね。美味しかった。はい、じゃあ、次は、おつまみ。はい。第2位、道の駅へ。うぃ、はい、あ、どんくらいかな ?30 分くらいかな。もうかからないくらいじゃないですか。おいいね、いい旅やね。うぃ、ここ周り聞く。よっしゃー、行こう行こう。行きます。お腹いっぱいで眠るのがいっぱいで。あ、眠くなってきた。マジで眠くなる。あ、紅葉も見られますよ。あ、イチョウの、イチョウ並木のね、視界が広くていいね。全部、ね、全部窓を見える。イチョウ、じゃあ行きますよ、皆さん。初めての有料、有料、有料道路何言うんだろう、うん、自動車専用道路です、ね、自動車専用道路。80キロ制限ぐらいなんじゃない、これ。ちょっと初スピード。有明沿岸道ね。沿岸道路、まあ、沿岸道路。いいか。おーい、真道も楽やね。行け。あれ、森林公園。ああ、そう。ってことは、これ加瀬川。加瀬川、バスいる。うん。うあれ、海苔。うん、なんか海苔の網の準備しよったね。なんか寒い時期っていうイメージね、ほんとね。レンコン。あ、そっか、レンコンもやったね。ネットあったよ、あそこも。レンコン。レンコン今掘りよるね、確かに。レンコン掘り。なんか水の中入って、あのすっげーホースでビャーって吸ってやろ。俺レンコン畑ね。レンコン鳥を途中やね、多分ね、あれ。深い。寒そう。あ、もう着くんだ。あ、それだ。あ、もう到着しますよ。はい、あとちょっと。道の駅、白石。ここもう3回目来たな、俺が行ってきて。柿売ってないかな、柿。ですね。じゃあ、それぞれ1000円以内でどんなおつまみを買うか選手権。ああ、いいですね。誰のおつまみが一番美味しそうか。柿売ってないかな。あ、結構お客さん多いですね。本当や、バス止めるとかある。バス、キャンピングカーは止まってますね。じゃあ、観光バスが来ましたよ、観光バスが。中から7人しか出てこんぞ。7人しか出てこん観光バス来ましたよ。ナイスイエーイ。ナイス。到着。帰りは胸を国運でしてもらう。さあ、1000円ね。1000円以内で。1000円以内でいいお土産。オッケー。はい。じゃあ、スタート。スタート。まずこのドアが開かない。よし。よし、行くぞ。じゃあ、中で見せ合いっとしましょう。はーい。いいもん買うたけんね、俺。いいもん買うた。いやー、これは俺がもらいましたよ。分かってんのか、じ。じゃあ、生ジョッキ缶に合うおつまみ選手権。よいしょ。はい。誰から行く。はい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 。じゃあ、キムから。俺、無難にお漬物の。で、こだまさんが大好きならっきょう。らっきょう、どっちも漬物。漬物、漬物。ちょっと甘いんじゃない。でもそのらっきょう、らっきょう甘そうね。甘いの、甘いところに練り物、甘ネギ天ぷら。ちゃんと1000円以内だと超えたんじゃないですか、これ1010円。あっ、あー、超えたもん。誤差10、いくらかはいい。味、誤差いくらかはいいって。じゃあ、次俺。
イカシューマイ1180円。うわあ、失格失格、誤差誤差。イカシューマイ俺行こうかな。見して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 。俺やっぱね、有明海なんでワラスボン。うわあ、ジャスト1000円。いやいや、1000円のがあった。税込み1700円とかいろいろあったもんね。あ、そうなんだ。1000円ぴったり。あれは徳ちゃんのあれは割り声声ね、あの、あ、超えた。自分的に食べながら。わあ、めっちゃいいよ。次は？はい、私やっぱ釣岡といえば唐揚げやけんね。唐揚げ迷った。買ってきた。今のところかぶりなしやね。にスパイス。おーい。社の組み合わせで。はいはい。ビールやけんね。はい。じゃあ俺畑くんの発表しようか。畑くんのはこれ何？柚子胡椒380。ああいいね。青ね、青ね。あ、これちょっと問題あるよ次の。え？これ焼いて食えば。若鶏。ああ生で。あら。いや調理は含まれないよ。え？これと調理したら時給が発生するよ。調理代が。これだけ、これだけ。ああだけ畑くんは。ええ。そう。あとはそれ失敗しとんね。絶対同じやつやろ。いや絶対失敗した。じゃあ胸尾くん、胸尾くん。胸尾くんのはまずこっちから。赤ね、赤いゆず胡椒。今とかぶってないね。かぶりず胡椒赤ね。で、そっから、お、お、あ、これ。厚揚げ。厚揚げやろ。わ、いいやん。このまっちゃんのあれや。これは絶対美味しい。これだけでも美味しいと。絶対美味しい。で、順は優勝候補。優勝候補。何でしょう。あー、これ、このまま食うと。あー、餃子。このまま食べると。税込み1000円。調理代は調理代。調理代。ガス代、ガス代、ガス代、ガス代。油代とか。10枚俺そのまま食う。忘れたこと。ゆめちゃん、俺言っちゃいかんやったね。ほんとや、俺もう調理。チームはセーフ、チームはセーフ。イカシューマイダメ。チームはセーフ。じゃあ俺もチンやけん大丈夫。チームはセーフ。じゃあ俺も大丈夫だ。カスタコーは。洋来さんのイカシューマイってどうなるやん。じゃあどうする、まあ、優勝とか出していいね。そうですね、これを帰ってみんなで。じゃあ帰ってみんなで食べましょう。はい、はい、ということで、はい、帰ってきました。道の駅でゲットした商品を、はい、というか運転お疲れ様でした。はい、いや、でも帰りは宗くんがナイスドライブしてくれたから。はい、で、はい、買ってきたおつまみに合わせて飲むのがこちら、朝日の生ジョッキ缶でございます。はい、よく飲んでるもんね。個人的にあのビール買うときはいつも、あ、これなんですよ。もちろんもちろん。カップいらずでですね。はい。じゃあ早速乾杯しましょう。はい。乾杯しましょう。はい。じゃあ開けちゃいますよ。開けてみてください。それでは開けて乾杯していきましょう。はい。はーい。わ、うわあ、めっちゃいいやん。きめ細かい。きた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 、くるよ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 。わあ、すごい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 。きれい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 。え、すごい。おお、すごいすごい。細か。うん。きれい。わあ、きた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 。きれいな。わあ。きれいね。おお。そう、細かいね。え、美味しそう。すげえ。いいねこれ。おお、もう一点一点ない。乾杯。よし、みんな乾杯していきましょう。乾杯。くー、美味しい。うん、マジで美味しい。これはおつまみに合うぞ。合うね、おつまみ絶対合うぞ。じゃあおつまみ食べていきます。はい、いただきましょう。あ、俺の鶏肉は選ばれんかったか。あれ、調理が必要やね。餃子も餃子も選ばれてない。ちょっとイカシューマイ食べたら、イカシューマイからいただきますから。じゃあ俺唐揚げもらおう。唐揚げは間違いないよ、これは。美味しい。美味しい。美味しい。じゃあ俺、漬物もらおうかな。いいね。合う合う。この家にいながらね、きめ細かな泡が、お店のような泡がね、堪能できるっていうのが、あのビールサーバーとね、そう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 、あの細かい泡なのね。やっぱこう継ぐだけじゃさ、この細かい泡にならないけどね。こうなんか無理にこう泡立てようとすると、すごくきめが粗い、そう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 、ブクブクなのね。
こんなここまできめ細かく出るのが不思議なのか。でその泡でかいやつで消えやすいっちゃね、そして、ね、ああそうね、うん、決めやすい剣がきめ細かい剣がめちゃめちゃ消えにくい。うん、ラッキョウいただこうかな、ラッキョウ。あ、いいですね。あ、このラッキョウ好き。好きラッキョウ。甘酢。すごく食べやすいね。児玉さん家からもらうラッキョウ、すんごい癖が。癖がね、すごい。匂いがね。匂いがすごい。それがでもね、ビールに合うかと。これ、あれあったよね、これ。ここの。つけるやつ、うん、なんかあったよ、ね、あったあったあった、六感パックについてくれる、うんうん、あれつけたらもっとねチョッキっぽくなるのでね、うん、今あるかわかんないけど、ちょっとこのラッキョウ好きだな、おつまみがどんどん止まらなくなっていやーこのなんかね、あの泡があるだけでこんなに味って違うんですね、うんうん、そうね、うん、重要だね泡は、うんうん、いや家でもごくごく飲めちゃいますねこれ、うん、いや飲んじゃうよこれ、きめ細かい泡のおかげで、うん、お店で飲むスーパードライの美味しさをね、うん、家でも味わえるっていうのが本当にいいですよね、うん、めちゃめちゃいい、いやよかったね、よかったー、あバスがテンション上がるね、うん、バスでちょっと今回は旅行練習バス旅行だったけど、うん、ちょっと次本気で、でちょうどさ、うん、動画でも話してたけどさ、うん、飲まない俺と宗男くんが運転して、そうですね我々いろいろお酒のその時にもめっちゃいいしね、うん、バスでもテンション上がったけどこのね、うん、泡、うん、これでもテンション上がったね、うん、なんか楽しいよね、見ても楽しいしね、そうそうそう、うん、ってなるけど、ね、なんか泡がこう成長してね、もこもこってね、行くよ行くよ、はい飲んでーみたいな泡がこう伝えてくるからね、今までの缶ビールとうまさが違う、はい、新生ジョッキ缶、ぜひお試しください。ご視聴ありがとうございます。メインのチャンネルはこちら、料理のチャンネルはこちら、高評価チャンネル登録よろしくお願いします。インスタグラム、ツイッターのフォローもよろしくお願いします。じゃあね。